8ABV システムへようこそ。このシステムは8プラプラの読み上げ機能を利用することで、チャットベースのアドベンチャーゲームを、ふわっと、楽しもうという仕組みです。ルールは簡単。参加者は、ナンバ、を使ったコマンドを入力するだけです。どのようなコマンドがあるかは、ゲームを進めていく上で明らかになっていくはずです。それでは最初のコマンド、スタート、から始めてみてください。8プラプラには表示されたキャラクターにコメントを読み上げさせる機能が付属しています。またコマンドと呼ばれるコメントを入力することで、動画を表示させることも可能です。コメント読み上げと動画表示を組み合わせることで、チャットを使ったアドベンチャーや TRPG 風味な遊びをしようというのがこのシステムです。それではライブ配信ツールの OBS を使って、その流れと仕組みを見ていきましょう。今回は実際のチャットの代わりに、配信者用のコメント入力ツールであるライブライターを使って進めていきます。画面のように、8プラプラではコメントやコマンドを入力することで、キャラクターによる読み上げや動画が表示されます。用意されている機能は基本これだけです。ゲームソフトのような完成されたシステムになっているわけではありません。チャット参加者同士で取り決めたルールや流れに従って、動画を表示したりサイコロを振ったりするものです。どうやら始まったようですね。ちょっと様子を見てみましょう。8プラプラの読み上げ機能を利用することで、チャットベースのアドベンチャーゲームを、ふわっと、楽しもうという仕組みです。ルールは簡単。参加者は、ナンバ、を使ったコマンドを入力するだけです。どのようなコマンドがあるかは、ゲームを進めていく上で明らかになっていくはずです。それでは最初のコマンド、スタート。から始めてみてください。それでは始めてみましょう。まずはスタートからですね。ここではライブライターを使ってコメントやコマンドを入力していきます。実際には、ライブ配信中のコメントを拾っていく形になります。それではスタート。メッセージ中にコマンドが示されていますね。これを入力することで、ゲームを進めていくことが可能です。
それでは南に行ってみましょう。ここでダイスコマンドが表示されました。ダイスコマンドでダイスを振ってみますね。6以上だったので一時的狂気に陥ることになりました。という感じで発狂コメントを入れます。森の中に戻る指示があったので、戻ってみましょう。今度は北へ進んでみましょうね。
このようにコマンドと動画を使って進めていくゲームとなっています。はい、ヨウムさんありがとうございました。使い方については、公開されているサンプルパックで遊んでみるのがおすすめですね。工夫次第で、アドベンチャーゲームの他にも、美少女キャラとの会話システムとか、いろいろなバリエーションのゲームが作れそうです。それでは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。